見て、久々に服の色合わせたね。エモ。まあ最後ぐらいはね。可愛いじゃん。VANBI。ハローハロー。どうもバイエンです。うん。はい。ということで、はい。こちらがバイエンの最後の挨拶動画になります。はい。活休前最後の動画ということで。はい。最後の動画撮影ですね。まあ最後の撮影ということでね。まあちょっと振り返るとですね、まあちょっと最後仲いい YouTuber とかともコラボできたしね。うん、嬉しかった、うん、コラボしてくれてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、まあちょっと今日はいろいろ振り返ったり語ったり、まあ来年についていろいろ話したりとか、まあそういうことしていきたいんですけども、まあちょっとね、今ここスタジオでね、まあいつも今みんなスタッフとかバーいるんでね、まあちょっと2人になれるところ行ってね、いろいろゆっくり語れたらいいなと思っておりますので、行きますか、ドライブ。うちらが自然とゆっくり言葉が出てくるさ、場所がやっぱあるじゃん。そうだね、ここだとちょっとなんか緊張じゃないけど、なんかしちゃうから硬くなっちゃうかもね。行こうか、あの場所へ。あの場所へ、エモい。あの場所へ行こうか。あの丘の向こうへ。はい、僕が運転しますよ。おお。さすがにね、ボンビ君成長したね、ほんと。運転できなかったのに。ゴー！あー！映ってますか？はい、ということでね、はい、まあ皆さんもなんとなくお察しがつくでしょう。バンユン、しみじみしたい時はね、あそこに行きます。でもなんかこう、スタジオのあのソファー前で語るのもいいなって思ったんだけど、うん、私はせっかくならこの硬い雰囲気じゃなくて、バンビ君と心から本音で話せる場所に行きたいって言って、連れ出してきました。はい、僕が。違うでしょ寒いしとか言ってたのに。寒いよ、今から行くとこ。遠いしとか言って、マジ遠いなって運転しながら。1時間ですよ、皆さん。1時間かかるし、こんな真冬でね。わがままに。すごいですよ。付き合ってもらいました。逆にゆうちゃん、寒い、もう無理とか言わないで。え、言わない。5時間はかかるんだ。5時間かかるけど。夜まで？この動画10分。ただ一緒にいたいだけじゃん、それ。ちょっとさ、気合い入れて巻きちぎっちゃって、なんかさ宝塚みたいな。なってるよね。やだ、巻きすぎた。まさかね、バンビ君がこうやって運転をしてくれる日が来るとは思いませんでした。そうだね、もう最近はずっと俺が運転してるもん。ほんと？嘘つけ。嘘だよ、それは。いつもはしてないんですけど、こういう時は運転してくれるね。最近俺もね、運転がやっぱり楽しくなってきてるから、着いた。着きました。ワンちゃんいっぱいいる。私たちはどこに来たでしょうか。今日はやらないんだ、あの、助手席に手かけてバックするやつ。今日はやんない。今日はやんないんだ。いつもやってきます。逆にいつもこうやってそうやってモニターあるんですよ、昔ですよ、昭和。モニターない時に前はやってたのに、懐かしい。後ろです。何回やり直すのね。スマートに駐車したよ。着きましたか。はい、着きました。ここは何て言うんですか。ここ海です。海よ、俺の海よ。行ってきます。寒いね。わ、マックスコーヒーある。何、マックスコーヒー。美味しいの。唯一飲めるコーヒー。うーん、釣り切れ、100円釣り切れって書いてあるけど大丈夫そう。何で出てくるの。押すの怖いんだけど。お釣り返ってこない。10本買おう。あるじゃないですか。あなたがいるんですか。ミルクティー。どれ。紅茶カレン。自販機であったかい飲み物を買ってくれました。ありがとう。熱っ。イエイ。カイロ代わりのね。あったかい。ありがとう。どういたしまして。なんかカメラ曇ってる。ちょっと貸して。え、おい。お前、人のマフラーを油取り紙にしてんじゃねえ。こいつ最低。
やっぱバレンシアのマフラーを油取り紙にしました。え、何あの遊園地どこ、え、本当だ。え、でもここ横浜だから。富士急山梨だよ。じゃどこ、あ、なんかあったじゃん、コスモみたいな。いや、あんな、あんなすごい、コスモ石油みたいな、あれすごいぞ、相当前閉まってたとこじゃない、横浜の。絶対ロープウェイとか乗った、あんな豪華なジェットコースターなかなか。この遊園地なんだろうね、なんて、なんていう遊園地でしょうか。行っちゃった、待って、カラスがいるってあそこ。本当だ、あんた真っ黒だからさ、カラスに狙われちゃうよ。逆でしょ。おお、誰が肌黒いだよ。これバンビ君の真似、最近のバンビ君の真似。ここでいいんじゃないですか。お、拠点を決めました。ここらで撮っていきます。まあやっぱいいでしょ、海だよ、海来ました。とりあえず乾杯する。とりあえず4年間お疲れ様でした。乾杯。あー、もうやだ、もうやだ、もうスカート引け、バービーくん、もうスカート引くしかない、こぼれた。あんたの手で拭いてよ。ねえ、前のバンビ君優しかった、ここ拭いてくれ、はい、あーすごい、ボディークリーム、ボディークリーム。はい、乾杯。バニョー、お疲れ。すごいね、お酒でも何でもなく噛んで乾杯するって。逆に、逆にいいわ、あったかい飲み物で、うん、はい、ということでね、改めまして、この動画が、バンヨ活休前の最後の動画になります。はい、もう本当に、この4年間、うん、バンヨを応援してくれて支えてくれたファンの皆様、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱさ、うん、なんかファンの子たちが、うん、辛い時とか悩みがある時に学校とかお仕事から帰ってきて、うん、YouTube 開いてバンユンの動画を見ると元気が出るとかさ、うんうん、なんかくすって笑えて、うん、明日も頑張ろうって思えるみたいな、うんうん、誰かのこのために慣れてるのが毎日嬉しくて、うん、それをみんなもさ素直にというか、うん、コメント欄とかリップで伝えてくれるじゃん、うん、それがうちらの頑張る原動力になってたし、うんうん、誰かのためにバンユンは慣れてるんだって、うんうん、だからバンビ君は歴史に名を刻むって言ってたけど、うん、だいぶ YouTube でね、うん、YouTuber として歴史を刻むことができたんじゃないかなって思う、うん、夢叶えれてる、うん、まあ、なんかやっぱり正直その別に今まで炎上したことも何回もあったし、うん、まあ、辞めるタイミングなんてね別に結構あったと思うんですよ、うん、正直ね、まあ、でもなんかそれでもやっぱファンの子がね応援してくれて、うん、絶対乗り越えられるんでみたいなこととか DM とかでもねリプとかでもコメントとかでもたくさんもらって、うん、それでなんかどん続けることができたみたいなとこあるから、うん、もう本当にね感謝しきれないぐらい、皆様にはお世話になりました。うちらを見放さないでいてくれて、うん、ずっと好きでいてくれて毎日好きだよとか応援してるよって優しい言葉をかけてくれて、うん、本当に何度も何度も救われてきました、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、まあそしてね、はい、まあ YouTuber4 年やってたから、うん、もういろんな人とコラボもしましたね、うん、うん、だからなんかさ、うん、まあ競争じゃないけどさ、うん、やっぱ誰かに勝ちたいとかさ誰かに追いつきたいとかまあなんかそういう気持ちでもさ頑張ってこれたわけじゃん、うん、だからなんかそういうコラボとかさまあ切磋琢磨してくれた、うん、すべてのユーチューバーにも
感謝しております。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかうちらはさ、うん、ずっとなんだろう、 YouTuber 始める前からさ、うんうん、YouTube を見てて、うんうん、そのいわゆるレジェンドだとかトップ YouTuber って言われてる方々をこう見てきて、うんうん、実際自分たちが YouTuber になって、うん、初めて見て、うんうん、その画面上で見てた人とコラボすることもあったわけじゃん、うんうん、できたこともあった、そうだね、すごいよね、めちゃめちゃエモいなというか夢があったよね。これ多分動画では言ってないと思うんだけど、うん、俺ね YouTube を始めたきっかけというか、うん、一番最初に見てた人が PDS くんなんですよ。おーおーおー、ダンテくんね。そう、ダンテくんで、うん、だからちょっと最初の動画とかやっぱテンション高いのってちょっとやっぱ影響を受けてたりだとか、うんうん、まあそういうなんか俺が活動した時にはさ、やっぱもうはじめ社長とかヒカキンさんとかがさ、うん、もう駅に乗ったりとかさ、うん、駅の山手線とかの広告に乗ったりとか、あーった、ちょうどその頃だよね。そうそうそう、うちら始めた時に渋谷駅にバーンってさ、そうそうそう、好きなことで生きてくみたいな、そう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 、あったで、あん時さ、うん、想像もしなかったわけじゃん、いつかさコラボするとかさ、その広告の方とお会いしてるんだから、そうそうそう、えだからあの時、まあ、PDS 君見てて、もちろんはじめ社長とかも見てて、うん、まあ、そのはじめ社長だったりとか、まあ、ヒカキンさんだったりとか、うん、まあ、そういうとコラボできたりだとか、まあなんかそういうのは本当にすごいことだよね、夢があるし、うんうん、でその方たちがさ、うん、動画とかでもやっぱ万有の名前を出してくれたりだとかさ、うんうんうん、認知してもらえてるって本当にすごいことだなって思うの、うんうんうん、万有いろんな夢を叶えてきたよね。本当に本当にそれな。いやすごいわ本当に。すごいことだよ。そしてね、万有が活動する上でね、うん、本当にこれもね、いろいろ助けてもらった、スタッフのみんな、うん、チームメンバー、うん、YJ、うん、ホープ、アリちゃん、ハンタ、ルミナ、他にもねたくさんのいろんな、スタッフさんとか関係者の方々にね、うん、支えてもらったり、うん、なんかなんだろうな、アドバイスもらったりとか、なんかそういうのでもね、万有は本当にいろんな人に助けてもらってここまで来れたのでね、関係者の皆様本当にありがとうございました。ありがとうございます。ハッカー忘れてたけどね。ハッカーありがとう。いやハッカーはマジで裏の大黒柱というか、まあまあそうだね、何かあるたびに頼もしく支えてくれてたし、うん、それこそ特に炎上した時なんかは一番支えてくれてたよね。そうですね。ただ仕事中、うん、スマブラしすぎです。何の話。どっちの基準が多いかギリわからないぐらいスマブラしてます。いいじゃん、はい、うちらそのためにこの万有スタジオにゲーム部屋っていうものを作ったんだから、まあね、まあ一個のコミュニケーションツールになったよね、あのゲーム部屋もね。嬉しいよ、うん、いっぱい遊んでくれてて、うん、まあ、あとうちらさ、チームメンバーが家族じゃん、ほぼ。いやそうだね、ほぼ家族だね。なんかあんまりいないと思うの、ほぼ家族、家族経営みたいなさ。まあもちろんお互いさ、実の弟の YJ とホープがいたりだとか、うん、私だったらこう学生時代のね、ほんと十何年の付き合いになる親友がわざわざ一人で名古屋から上京してきて、うん、なんかこう万有のために、ゆんちゃんのためにって言って、うん、来てくれたわけじゃん、うん、で、バンビ君の元バンドのメンバーだったりね、うんうんうん、うちら本当に身内に支えられてきたよね、うん、そうだね、なんか本当に、うん、やっぱいろんな人と話したりとか一回、仕事したりとかしたんだけど、うん、やっぱりいろんなもの乗り越えて最後に残って支えてくれてたのがやっぱりそういう、うん、プライベートの友達だったりだとか、まあ、兄弟だったりだとか、うん、まあ、だからなんか本当に幸せだなって思いますね。そういう時に見放さずにこう近くにいてくれて、結局残ってくれて、で頑張ろうよってこう言ってくれる仲間が近くにいたことがすごい幸せだなと思いますね、うんうん、本当にこの1年はこう
スタッフがいてくれたからこそ動画を上げられてたし、うん、コンスタントに精神的な面もたくさん支えられてきたし、私も活休してたんで2ヶ月、うん、その時もさ、メンバーがいっぱい LINE くれたりして、うん、男祭りね男祭りやってたね。なんか懐かしいな、男祭りも、うん、男祭りな、懐かしいですね。まあみんな本当に今まで動画とか出てなかった人たちがね、うん、この期間をなんとか乗り越えようっていうことで、うん、まあ動画初挑戦した子もいたりだったとか、うん、まあ、そんな中でね、ゆんちゃんが戻ってこれるまで、うん、頑張ってバトンをつないでくれました、本当に、そして、うん、何よりね、やっぱ一番感謝すべきは本当に相方のゆんちゃんです。何改まっちゃって、何なんか恥ずかしいな。何そんなキャラじゃないでしょ。どうした、最後に抱きつきたくなった。嫌がるじゃねえよ。なんかギクシャクしてる感じだよ。違うよ、びっくりしたの。いきなりおたけびあげるから。いや本当にね、本当に、はい、本当にゆんちゃんにはマジで感謝してて、俺ね、一人で夜で、うん、ふとね、振り返る時があるんですよ。バンビ君なんかゆんちゃんが特にやっぱ2ヶ月休んだ時とかもそうなんだけど、なんか一人でやってる時みたいなのを思い出したりとか、いろいろしてて、で、なんか本当になんか、あ、ゆんちゃんと会わなかったら今何してんだろうなっていう別の世界線の自分を考えるのよ。うん、そしたら多分こんなに成功してないし、なんかもっと苦労もいっぱいしてただろうし、だからなんて言うんだろう、ゆんちゃんと組んだこの世界線っていうのは、あまたある、ものすごいたくさんあるいろんな選択肢の中の一番の成功だったなって、一番の正解の線を選んだなって僕は思ってます。嬉しい。そうだから、なんかゾッとするわ、万有じゃなかったらと思った。え、それ本当に思う。だって私もさ、その YouTube 始めるために名古屋から上京してさ、うん、バイトをしながら YouTube をやってたけど、うん、全然伸びなくて、うん、でその時にバンビ君に出会って、ゆんちゃんはもったいないみたいな、うん、初めてこう素材がいいのにみたいな、声もいいし、うん、キャラも立ってるし、うん、顔もそこそこいいしって言ってくれた言葉がすごいずっと忘れられないんだけど、うん、なんか初めて自分を素質あるよって認めてくれた人っていうか、うん、だからあの時バンビ君にそれを言ってもらえてなかったら今でもバイトをしてるんじゃないかなって思うし、うんうんうん、こんな憧れの YouTuber さんたちとコラボなんてできなかっただろうし、うん、今はさ YouTube ではまあバンユンって皆さんにこうトップ YouTuber だなんて言われてる、言ってもらえてる時がまさか来るとは思わなかったしね、うんうんうん、本当に拾ってくれてありがとうマジで拾ってもらえて救われたというか、うんうん、本当に私のジーニーになってくれたしね、うん、有言実行してくれて、いっぱい夢を叶えてくれた、うん、いや俺もね、なんか最初はゆんちゃんの夢を叶えたいって思ってたんだけど、うん、なんかね、気づきましたよ、うん、叶えてるつもりが叶えてもらってるなってだからなんかジーニーって言ってくれるけど、うん、なんか僕がアラジンだったんだなって思いますね、本当にゆんちゃんはあのちっちゃい猿、で猿ずっとついてきてるやつ、そうそうそう、肩にこうやってでも確かに間違いないと思う。だってバンユンの主役って私的にバンビ君だと思うの。バンビ君はいつもさ、私を結構前に前にって、はい、ゆんちゃんをゆんちゃんをって思ってやってくれてたと思うんだけど、はい、
私はいつもバンビ君が主人公というか、この人には勝てないなみたいな、この人以上に目立てないって思う存在感というか、うん、私はバンビ君がやっぱり何キャラがしっかり立ってて個性もあって、やっぱトークが面白いって思ってるのね、だからそんなコメントとか見ててもさ、ユンがどんなに目立った企画であろうと、うん、やっぱバンビ君のトークには勝てなくて、一時期ねちょっと私も面白くなりたいなというか、可愛いじゃなくて、バンビ君を見て面白い路線に行きたかった時期があった、劣等感を感じてた部分もあったのかな、バンビ君みたいな面白くなりたいみたいな、私ちょっと劣ってんなトーク力みたいな、いつもライバルというか目標というか、それがずっとバンビ君だったね、この4年間。いや嬉しいね、だって面白いもん、やっぱみんな笑うじゃん視聴者さんとかもそうだけど、コラボしててもさ、バンビ君中心に回ってるっていうか笑ってるというか、ムードメーカーだよね、自分の世界に取り込むのがうまいじゃん、それがすごく羨ましいし、私もこうずっとマルチタレントになりたいって言って夢を追いかけてきたけど、トーク力って私なくて本当に、だからテレビに向いてるのもバンビ君だと思うし、そう言われてた時期もあったけど、本当に納得だったのそれが。まあなんて言うんだろう、ユンちゃんは、本当にねその花があるんですよ、もちろん直接会ってもそうだし動画を通してでも、やっぱね花があるんだよね。俺は花瓶俺は花瓶なのよ、花瓶一個じゃ何にもなんないんだけど、ユンちゃんっていう花がいてくれたから、一つの作品としてね、バンユンっていう作品としてね、まあみんなに知ってもらえて、たくさんの人に知ってもらえて、でバンユンがいいなって思ってくれたきっかけになったと思う本当に。だってさ、これもちょっと前だけどさ、本当にバンビ君の相方私でよかったんかなとか思うの、すぐ相方探すしさ動画で探したのよ、言うじゃん新しい相方探そうかなみたいな。あはいはい、いやもうとにかく自信がなかったの、なるほどね、そうバンビ君がずっと羨ましかったでもさ顔も良くて面白くて、いつだって中心でさ、私でいいのかなって思っちゃって、もっと伸びてたんじゃないかなって、できる相方がいたら、とか思っちゃう時もあった。いやあのね、俺はね、いや裏見てたら分かると思うけどさ、まあ一見さ、動画越しだとさ、やっぱバーってさ、まあ俺元気でさ喋、ってて、なんかあーすごいなーみたいな、ちょっと思われるかもしんないけど、やっぱユンちゃん裏をたくさん見ててさ、まあ俺のダメなとこだったりさ、まあそういうのもいろいろ支えてきてくれて、まあだからその動画上での相性云々っていうよりも、俺っていう俺の全てと相性が良かったのは本当にユンちゃんしかいないと思って、動画でさトークのあれが良くてもさ、相方って違うじゃん、裏も仕事もさ、そういうのとかも全部さ会って初めてさ相方なわけじゃん、動画出る時だけ一緒なわけじゃないし、そうだね、だからそういう時のユンちゃんのストイックさとか、俺って新しいものに踏み込めなかったりするから、その時にユンちゃんがやろうってこれやりたいっていうので、あいいねって、俺はなんかいつからか引っ張ってるつもりが引っ張られてて、でなんかユンちゃんのストイックさとか、まあなんかやる気だったりとか、まあなんかそういうのに
すごい助けられたなっていうのはめちゃくちゃありますね。そんなこと思ってくれてた？いや思ってるよ。しかもさ、自信ないよ。まあなんか、まあ炎上も俺からのゆうちゃんに別に相談せずにやった企画とかでさ、うん、まあ炎上もたくさんしてきてるし、うん、まあ俺を見放すタイミングとかも別にいっぱいあったと思うけど、うん、まあそれでもまあゆんちゃんにすごい支えられて、また YouTube 復活できて、まあ最近もそうだけど、まあコントやりたいってなった時もまあそれで行こうってなんか言ってくれたりだとか、まあだから見放すタイミングなんていっぱいあったと思うけど、まあそれでもついてきてくれて一緒にコンビでやって、まあだからそういうの含めて俺は本当にユンちゃんが相方でよかったなってすごい思ってる。だって相方ってコンビ組むって何があってもこう近くにいるべきだと思うし、それが相方だなって思うから、私は一度信じた人についていきたかったから、悪い人じゃないっていうのも知ってたし、ただたまに道を間違えちゃうから、なんか視聴者さんとかに勘違いされるのも嫌じゃん、バンビ君のこと。だからここぞ私の出番というか、それが私ができる相方としての役目だなって思うから、何があってもついてってた。でもバンビ君についていこうって思ったきっかけがあって、やっぱ一番もうこの人だって思ったのは、なんかコンビ組み立ての時とかって私アンチがめっちゃすごくて、毎日毎日こうやっぱバンビ君のこと好きなさ子たちももちろんいるわけじゃん、一人が良かったとかを毎日こう言われ続けてて、ちょっと体調崩しちゃう時もあったし、なんかメンタルが弱ってた時もあったし、でもその時にバンビ君がいつも裏でもだしカメラ回ってるとこでもなんか、ゆんちゃん大丈夫だよみたいな、俺がいるじゃんみたいなずっと言ってくれてて、で一回覚えてるのがツイッターで、あんまり私リプしたりしないんだけどアンチの方にね、でも反論というか、こんな私でごめんねみたいなことをそのアンチの方にリプしちゃった時があって、そしたらバンビ君がそれにさらにリップをしてくれて、なんかゆんちゃんが相方んゆん、覚えてないね違う、覚えてないね違うゆんちゃんじゃなきゃいいなんて思ったことないよみたいなことを言ってくれたの、こう、なんかそれがその言葉がすごい嬉しくて救われて、なんかどんなにこうアンチがいて叩かれてたとしても、この人一人がいればやっていけるわみたいな、叩かれてる私を助けてくれた恩人というか、すごいバンビ君がその時ヒーローみたいな、だからこの人かっこいいついてこってでなったのがやっぱきっかけで、でもコンビになったからには私も役に立たなきゃって思ってずっとずっとついてってたし、編集とかもやってくれてたから、その分視聴者さんには伝わらないけど裏でのことをちゃんとやろうって思ってやってた感じかな、まあなんかやっぱお互いさ一回追ってた夢
失敗しとるじゃん。うん。でさ、すごい遅咲きでさ、うん、で俺は正直もうバンド終わった時に、うん、違う人間がバンドでね4人集まって同じ志で売れるって、うん、なんかほんと奇跡だなって思って、うん、だからなんつうんだろう、もうバンド失敗した時にその複数で何かをするってことはもうやめようと思って、うん、俺もやっぱ甘えちゃうし、それこそなんだろう、人のせいにもできちゃうし、だからなんか一人になってからめちゃめちゃストイックになって、うん、でもうなんかそういう誰かと組むとか、まあ、そういうのもせんとこっと思ってったんだけど、なんかやっぱユンちゃんと会った時に、うん、マジでもうこっからの人生失敗できないわけじゃん年齢的にもさ。そうだね、だからもうそれめっちゃわかる、私もそう。でもその時にでも、うん、いやこいつと組んだら、うん、絶対おもろいことになるっていうか、うん、なんかめちゃめちゃ自信が湧いてきて、うん、だからなんだろう、バンユー今でも俺人見知りでさ、ユンちゃんがいないとシュンってなってんだけどユンちゃんがいるとバンビーになれるっていうかさ、だからなんかバンビーにしてくれるんだよねユンちゃんが隣にいると、うん、だからなんかそういう人とまた組みたいって心から思えたことがなんか本当に俺にとっては、うん、まあ奇跡だし、そういうね、うん、だから本当にうん感謝してる私もバンビ君じゃなかったら組んでない。うん、まあだからなんかなかなかさ、ずっと隣にいるとさ、まあそういう大切な人の存在とか忘れがちだしさ、うん、ありがとうとかもさ、うん、言うタイミングというかきっかけというか、うん、なんかそういうのも見失っちゃうというか、うん、まあだから今日これが勝つ気前最後の動画だから、うん、改めて言いたい、うん、本当にありがとう本当にありがとうこういう時じゃないとなんか、うん、言えないんだ、まあ、照れくさいっす、素直になれない、うん、なんかそうでもなんか言わなくてもこうずっとほぼ毎日会ってたからね、この4年5年間、なんかバンビ君の考えてることとかがすごいわかるのね、うん、だから最近動画とかでもさよくシンクロしちゃうんだけど、うん、なんかほんと自分の分身じゃないけどさ、クローンなんじゃないかって思うぐらい性格とかは真逆なんだけど、うん、考えてること一緒みたいな、うん、そんな存在が今までいなかったから、なんか人生の中でもかけがえのない存在だなって思う。そうだね、だっていないもん。そう、性格とかが一緒で意気投合とかじゃなくて、うん、お互い全部違くて、そうでもくっつけた時に一個の丸になるみたいなさ、うん、なんかそういうまあ陰と陽じゃないけどさ、うん、まあそれがユンちゃんだったって感じかな うん、まあだから本当に途中からさ、まあ2人の番組だったけどさ、うん、まあファンの人もそうだし、うん、関係者もそうだし、なんかみんなの番組になってて、うん、いつからかなんか例えば俺らの辞めたいだけで辞めていい場所じゃないっていうかさ、うん、そうだね、まあなんか本当にみんなの大切な場所になってたなってすごい思います、うんうん、支えたい、大切にしたい人がこの1年すごい増えたと思う、うん、でもそんな存在ができて幸せ。そうだね、うん、こんな素敵なスタッフとか、うん、あとはもう今はさ、こうバンビとユンでバンユンっていうのが当たり前でさ、うん、もともとはこのチャンネルもバンビくんのチャンネルだけど、うん、受け入れてくれる
バイユンファンの方々とか、なんか私はすごい不安だったからね、ずっと私でいいのかなって、もっといい相方いるんじゃないかなって、うん、でも受け入れてくれたからここまでやってこれたし、うん、うん、やっぱバンビ君とだったからここまで来れたと思う、うん、なんかね、だからユンちゃんはね、うん、本当にいろんな人に愛される才能を持ってて、うん、俺は逆でさ、結構初見でさ、なんだこいつって思われたりとかさ、結構あんだけどさ、まあユンちゃんっていうなんかすごいいろんな人に愛される、うん、人がいたからこそね、いろんなたくさんの人とこう出会えたし、うんうん、仲良くできたし、うん、まあユンちゃんはだから本当にチワワだよね。ずっとチワワって言ってる。みんないろんな人にもすぐ胸懐に飛び込んで愛される。僕はね、なんかこうとっつきづらいんですよね。例えるなら、うん、何ですかね。野良犬みたいな。敵意がこう。なんかバービーくん壁をね、知らぬ知らぬ間にこう作っちゃってるから。はい、一度好きになった人はね、うん、もうだから、そうだね、心を開くまでは、心開くますけど、うん、心開いた時は今度面倒くさいぐらい甘えん坊だからいきますけど、超甘えん坊、はい、まあ今結構いろんな過去をね、うん、振り返りましたけども、次はじゃあ未来の話をしますか、うん、未来、うん、え、過去もう終わりまだ夜中まで語れるよ30分以上話あ、腰が痛い。だってこういう時しか語れないじゃん。まあね、まあ全然言いたいことがある。バービー君ってさ、うん、こうやっぱその人付き合いも苦手だしさ、うん、人見知りってこともあって、うんうん、嫌われる人には嫌われるし、はい、本当、まあ、バンビ君も自覚してる通り、うん、そういう部分もあるけど、うん、勘違いされてるだけってことがすごい多くて、うん、本当に根はね、いいやつじゃん、うん、あね、そう、だから今までもこうバンビ君は私を前に出して立ててくれてばっかりだったけど、うん、その陰でやっぱ辛いこともたくさんあったと思うのね、うん、それでもバンビ君はさ、こう弱音を吐かずにずっとバンユンチャンネルのブレーンでいてくれて、ずっと私とかスタッフとかを引っ張っててくれたから今があるんだよ本当に、うん、だからこれからも自信を持ってそれを私以外のところでも生かしてほしいの、夢を叶えてほしい、うん、誰かを育てる、私はその第一人者になれたのが嬉しいから、うん、だから今までずっと引っ張ってチャンネルを支えてくれてありがとう。こちらこそありがとうございました、うん、ありがとう。いやなんかやっぱここいいな、もう真っ暗だよ誰もいないしね、なんかね、やっぱ人間ってみんな海から生まれてきてるからさなんかこう素直になれるわ、うん、じゃあバンビ君が言うこと聞かないときは毎回海に連れてこようかな怖いな逆に沈められそう行くよって車に積んでトランクに積んでということで、これからの番組どうすんのってみんな思ってるんじゃないかな。まあ今過去の話をね、はい、いろいろ振り返ってしたんですけども、うん、次はね、未来の話をしたいと思います。はい、ということで、うん、まあ来年のお互いの活動についてもちょっと話しておきたいなと思って、うん、まあ皆さんご存知の通り、まあ、僕は個人チャンネルがなくてですね、
まあでも万有が活休するにあたって、うん、チャンネル作って、まあ、新しいことをやろっかなって、で何やろっかなとかいろいろ考えてる時に、うん、やっぱり僕はね、うん、まだ結構そのコントにものすごいやっぱやりがいを感じてて、うん、まあ演出も楽しいし、まあ、編集もそうだし、まあ、だから新しいチャンネルを作って、まあ、コントのチャンネルを作ろうかなっていう相談をユンちゃんにしたんですけども、うん、まあ、ユンちゃんが、まあ、コントをやりたいなら、まあ、このチャンネルでやればいいじゃんっていうふうに、まあ、言ってくれて、まあ、俺からしたらいいのっていう感じなんですけども、まあ、もともとねこのチャンネルってバンビ君のソロのチャンネルで、それをバンユンにこう変更したチャンネルだから、うん、なんか一から新しく作って始めるのもなんかもったいなくないみたいな、うん、だからバンビ君はバンビ君でこのまま使えばいいんじゃないみたいな話をしました、うんうん、まあ、確かに一からやろうかなっていう相談をした時に、うん、まあ、そういう返事が逆にもらえると思ってなかったんで、うん、普通にこのこのチャンネルで続ければいいじゃんっていう風に言ってくれて、うん、まあ、俺もやっぱり今見てくれてるいろんなコント好きな視聴者さんとかももちろんいるだろうから、まあ、その人たちに向かってできるのが一番いいかなっていうことで、うん、まあ、来年以降、まあ、万有ではないんですけども、うん、まあ、個人でちょっとコント動画を続けていこうかなと思っております、うん、なのでまあ本当にコントが好きな方はぜひねこのまま、うん、コント見続けてくれたら嬉しいなと思っております、うん、万有の動画がね、うん、今までのやつが消えるわけではないので、うん、そこは安心してもらって、うん、何度も何度も見てもらえたらいいなと思います、うん、逆にさ、こうチャンネル止めてさ、うん、なんかチャンネルが死んじゃうというか、うん、方が悲しいから、うん、生き続けてるチャンネルの中にこう万有の動画があるっていうのは、うん、私的にも嬉しい、うん、でもちろん万有の動画がね圧倒的に多いんで、うん、まあ、もちろんユンちゃんにもね収益とかは入るようにはしてますおいおい、うん、大人の話が大人の話視聴者気になると思うそこはちゃんとね、はい、してます、そこ入るようにしてます、うん、なんで、まあ、このチャンネルで来年以降も僕はコントを続けていこうかなと、思いますので、うん、そちらはぜひ楽しみにしてくれたらと思います、はい、で前も言ったんですけども、まあ、俺他にもやりたいことがいろいろあって、まあ、誰かプロデュースしたりだとか、うん、まあ、そういうこともいろいろ今準備とかしてて、うん、もう動いてることもあって、まあ、それはいつかのタイミングでお伝えできたらなと思います、うん、皆さんをめちゃめちゃびっくりさせる、びっくりさせれると思います。ハードル上がってるよ、はい、まあ、でもそれは本当に楽しみに、うん、してて、そうだね、はい、すごいよバンビ君、はい、目ん玉が飛び出ると思います。すごい私の来年の活動についてなんですけど、12月1日にアップした活休報告動画でも報告した通り、自分の個人チャンネルユンチャンネルを100万人登録目標に頑張って、うん、あとは全 SNS を動かして、より来年1年はインフルエンサーとして確立できるように、まみかにかっこいいところを見せれるように一人で頑張っていきます、うん、で私もね、まあ、まみくんには本当2年ぐらい前からね相談してたり、うん、その頃から進めてるプロジェクトがありまして、まだそれはみんなにはねお話できないんですけど、もうすぐタイミングが来る時があると思うので楽しみにしてもらえてたらなと思います。本当にいろんな事業というか YouTube 以外のことだったりもあるし、 YouTube の新しいプロジェクトもあったりするのでいろいろ考えてます、ちゃんと。なので見守っててもらえると嬉しいです、うん、まあ本当に、うん、なんだろうな、来年はねユンちゃんの100万人、うん、達成で、YTFF ぜひゲストで呼んでください。はい、絶対見に来てね。絶対見に行きます頑張らなきゃ。ユンはね
今までバンビ君に支えてもらって引き上げてきてもらったので、自分一人でも何かを成し遂げなきゃって、強くならなきゃって思うから、本当にちょっと頑張る来年、うん、楽しみにしてる、うん、頑張ります。困ったことがあったらいつでも行ってきてくださいパパすぐにお金を振り込みますパパいた、違うパパ活、パパ活になっちゃった。まああとね、まあ万雲といえばやっぱり、うん、まあ終わらない少女漫画みたいなね、うん、こと自分たちで言ってましたけどもまあこの活休前にね、なんかみんなをモヤモヤさせてもあれかなと思うんで、うん、そこめっちゃ気になってた、うん、気になる人も、うん、気になる人っていうか、まあまあいろいろ僕、まあ結論から言うと、僕らはやっぱどこまで行っても、まあ、最高の相方であり、うん、まあ友達なんで、うん、まあその結論から言うと、もうそうです僕らの少女漫画のたどり着いた結論は、その最高の相方であり最高の友達です。なんでこれからも、うん、まあ友達以上であるよ、親友以上でもあるよ、本当にもう、うん、なんか愛と書いて相方と書いて本当にこれからも絶対ゆんちゃんを支えたいし、うん、心の友と書いて親友とも読むし、親友とも読むし、なんかさ、何のポジションでもない存在なんだよね。そう家族、友達、全部違う、恋人、全部違う、全部違う、何にでも変えられないの、うん、何にでもないポジションを2人でなんかお互いがそういうとこに行けたのがなんかすごい、うん、俺はなんかこういう人ってもう多分人生で出会わないし、いない、本当になんかそういうエンディングにたどり着けてよかったなってすごい思います。うん、うん、一生涯のいないよね、マジで。いや、いない、なんて言っていいか分かんない存在なんで、言葉で表せれない、うん、でも多分思ってることは一緒だと思う。だから恋愛とかでもないし、うん、家族でもないし、もうとにかく、なんだろう、うん、まあこの4年間をいろんな場面で場数踏んで長い時間いて、うん、いろいろ乗り越えてきたもんね。 それで出た、まあ俺らの関係性なんで、うん、なんかそれが本当にマジで一生もんの宝物です、うん、そういう人と出会えたことが本当に本当に万有すげーやすげーやでもさ、うちらはこう思ってるけどさ、うん、やっぱ悲しませちゃう人もいると思うし、うん、ずっと裏ではね、うちらそういうお互いの気持ちだとかを実際話してて、まあ炎上した後なんかも特にね、うん、どうなのどうなのみたいな、でもその2人でちゃんと話して出た答えがこれだったというか、うん、俺たち何にも当てはまらないよねっていう、うん、だから今までモヤモヤとかさせてしまってた方々、うん、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、みんなのおかげでなんかそういうことにも気づけたし、特別な存在には変わりなくて、まあだから本当に全てに感謝してます。うん、ありがとう、ありがとう。はい、本当に引くぐらい今、はい、暗いです真っ暗、あ、ここに忘れ物したら絶対見つかんないぐらい今真っ暗です、やばいよ、今ライト焚いてますけどはい、はい、ということで本当に、うん、まあ改めましてね、うん、4年間万有を支えてくれた全ての皆様に感謝します。ありがとうございました。ありがとうございました。もちろん万有ね、お互いインフルエンサーとしてこれからも頑張っていくし、うん、でこれからも応援し続け合うし、うん、支え合うし、うん、だからお互いをね、これからも応援してほしいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう、ありがとう、ありがとう、これからも頑張ろう、頑張ろう、ライバルであり仲間であり何でも相談しろ。うん。ありがとう。ありがとう。うわー、終わっちゃう。終わっちゃう。全部話してよかった。でもなんかすごいすっきりしてる。うん。でもね、正直ね、まだ俺実感ないんだよね。なんか、
終わる実感がないっていうか、うん、なんか、うん、いやでもこの動画なんか切りたくないって思ってる。なんか今ふっと終わっちゃうのかなって、うん、私はやっと実感が湧いてきちゃったかも。一旦第一章幕を閉じるというか、うん、これ以上ない第一章で、うん、俺らの第二章に続く、うん、こんな人にはもう出会えません。じゃあ最後の、うん、またなやる？うわじゃあ悔いのない、はい、またなにしましょう。全力のみんなも一緒にお願いします。みんな一緒にテレビの前でいきますということでまた会いましょう。またなー、ありがとう。バイバイ、ありがとう。てランデブーラン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 デブーランランデブーラン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 デブーって今流れてます。ランランデブー。